皆さんこんにちは伊藤塾講師の北谷と申します。今回はこちらですね。2019年合格目標速解記述式パターン60こちらの講座について少しご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。この講座なんですけれども主に2年目以降の方を対象とした記述式対記述式対策ということになっております。 2年目以降の方を対象とした年内に実施する記述式の対策ということになるんですけれどもこの講座は何をする講座かということなんですけれどもこちらですねパターン60というだけに全60問になるんですけれども全60問の重要基本問題で記述式の土台を完成させるとつまり60問しっかり練習していただくことで土台を完成させますよということですね。このの問っていうのは 不動産登記30問と商業登記30問の全60問ということになります。これを年内でしっかりと完成させるということですね。で、まあ、重要基本問題というふうに書いたんですけれどもこの速解記述式パターン60っていうのは中級コースに含まれる講座なんですよね。中級コースの年内に実施する講座になっているんですけれども年明け以降のところでは 記述式のトーレンですね東案構成力養成答練という講座が始まっていきますけれどもそれとの関連性はどうなっているんだどういう位置づけなんだということなんですけれどもこれは大体のイメージということではあるんですけれども記述式の問題を解くために何が必要かっていうと大きくこの一から三がありますよね。まず ① 番のところで問題文 まあ、特に事実関係をしっかりと整理していくということですよね。まあ、本試験ぐらいのボリュームになってくると、まあ、これが大変だったりするわけですよね。まず、しっかり問題文を整理して、事実関係を把握して。で、丸二番、まず、実態的な判断をしますよね。いきなり登記がどうなるんだって言うんじゃなくて、実態的な判断、まあ、どういった権利変動があったのかという判断ですよね。で、それを踏まえて、まあ、じゃ、あどういう登記が必要かということで、丸三番。 最終的に申請情報を作成していきますよとこういう手順にあると思うんですけれどもこのパターン60のところでは主にこの丸3番の方ですよねこっちの方を重視していきますよというものになっておりますですから事実関係自体はそんなに複雑ではないと思うんですよね。かかりりやすすく文章で書いておりますから 問題文自体は読みやすいと思うんですけれども、まあ、しっかりと一個一個の申請書ですよねそれを作っていけるかと、まあ、そこを重視した講座ということになっております。で、まあ、先ほど「重要基本問題」っていうふうにあの申し上げたんですけれども扱っている申請書自体は結構ハイレベルなものもあります。ですから、まあ 問題文が読みやすいという点では基本的な問題になるんですけれども扱っている申請書自体はかなり応用的なものも含まれていますからだいたい本試験で必要になるような申請書っていうのはもうここのところでしっかりと網羅的にマスターすることができますよということになるんですね。でちなみに年明け以降に実施する「党案構成力要請討練」なんですけれどもこれはどっちかっていうと丸一番。 の方に重点を置いてるんですよね本試験レベルの複雑な問題文になったときにちゃんとそれを整理できますかと主にそ,れそっちの方に重点を置いた講座になっておりまして、まあ、もう申請書とかはある程度書けるよということが前提になってきますから申請書レベルでしっかり書けるということに関しては,これは年内のところですねそこでしっかりと練習をしていきましょうということになります。ちょっとと見方を変ええるるこううういふに言んですけれども まあこの1から3の段階を考えた時ですね1が1件の申請を処理できるで2が基本的な連件を処理できるで3番が複雑な連件を処理できるというパ、えー、段階になりますけれどもこの速解記述式パターン60では主にこの1と2ここのところをしっかりと固めていきましょうという講座です。 になりま,すまず一見レベルの申請書をしっかり書けるとで基本的な連携を処理できるまず年内でここまでのところをしっかり押さえていきましょうということなんですよね。で最後の複雑な連携というのは、まあ、要するにもう事実関係がすごく膨大でこれ整理するのが難しいということになりますからその複雑な連携に関しては年明傾向の東安構成力養成答弁ですよね。 まそちらの方で練習していきましょうという流れになりますからまず年内のところでまず一件レベルでしっかり書けるということとあと基本的な連携に関してはしっかり処理できるということですねそこまでのところは年内でしっかりと固めていきましょうとそれを目標とした講座ということになっておりますで、もう少し進め方を具体的にお話ししていきますけれども 全部で60問あるんですけれども講義回数は全12回ということですから1回あたり5問ということになります1回5問っていうと多いなっていう感じがするかもしれませんけれども本試験のような膨大な問題ではありませんからそこはなんとかこなせる分量じゃないかなと思うんですけれども1回あたり5問進めていきます でまあ、詳しい講座の進め方に関しては初回の講義のときにまたお話をするんですけれども、まあ、基本的には演習と解説がありまして演習55分でまず2問演習してもらいます演習時間で2問解いてもらいましてで解説講義でその2問の解説プラス3問のポイント解説をしていきます。 演習で解いてもらった二問プラスそれ以外の三問について解説講義ではお話をしていきます。でこの三問については余裕があれば予習の段階で解いてきていただいてもいいですし復習の際に講義を踏まえて復習の際に解いていただくということでも結構ですからいずれにしても一回あたり五問のペースで問題を進めていきますよということになります。まあ、詳しい使い方はまた初回の講義のところでお話をしていきます。 あとはこれは付録というか自習用の教材ということになるんですけれども C&F 集要するにひな型集のようなものなんですけれどもこちらですね不動産登記139問で商業登記121問ということでいろんな申請書の練習ができる自習用教材がありますからこれもコツコツと進めていただきたいなというものになります、まあ、いろいろお話をしましたけれども要するに何をする講座かっていうと 60問の問題をしっかりマスターをして記述式の土台を固めると年内のうちに記述式の土台を固めるで土台を固めるっていうのは要するにどういうことかっていうとまず一見レベルであればしっかり処理できるで基本的な連携もまあ処理できると、まあ、そこまでですよねそこまでのところを年内で練習していく。 で総仕上げとして年明けの当連のところでじゃ複雑な連携になったときに対応できますかというところを年明けでまた練習していくということになりますからまず年内のところでしっかりと土台固めですねそこをしていきましょうという講座になりますでこちらの講座の開講日ですけれどもこちら東京渋谷校になりますけれども10月5日金曜日の開講になりますインターネットでは翌日配信ということになります ぜひですね。興味のある方はご検討いただければな、というふうに思います。それでは、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。